第15位、2008年7月1日、新潮社より刊行、429ポイントを獲得、アカペラ。ひたむきに、けなげに、静かにそっと生きているあなたに、切ないほどの優しさが緩やかに胸に染み入る珠玉の小説集。第15位は、アカペラ、です。第14位、1997年1月1日、角川書店より刊行、467ポイントを獲得、みんな行ってしまう。同居していた恋人が出て行った。出て行けと言ったのは私だ。あんなに泣いた晩はない。裸に寝るのシャツ。母ちゃん、脳卒中で死んだんだって。自殺が趣味みたいな人だったのに、表面張力。会うのも会わないのも、決定権はいつも相手にある。片恋症候群。永久に続くかと思ったものは、みんな過去になった。物事はどんどん流れていく。数々の喪失を超え、人が本当の自分と出会う瞬間を救い取った、珠玉の短編集。第14位は、みんな行ってしまう、です。第13位、2022年10月19日、新潮社より刊行、476ポイントを獲得、無人島の二人。お別れの言葉は、言っても言っても言い足りない。急性した作家の闘病記、これを書くことをお別れの挨拶とさせてください。思いがけない大波にさらわれ、夫と二人だけで無人島に流されてしまったかのように、ある日突然にがんと診断され、コロナ禍の自宅で二人きりで過ごす闘病生活が始まった。58歳で余命宣告を受け、それでも書くことを手放さなかった作家が最後まで綴っていた日記。第13位は無人島の2人です。第12位、1997年7月23日角川より刊行、495ポイントを獲得、きっと君は泣く。美しく生まれた女は怖いものなし、何でも思い通りのはずだった。しかし祖母はボケ、父は倒産、職場でも心の歯車が噛み合わなくなっていく。美人も泣きを見ることに気づいた椿、本当に美しい心は何かを問う。第12位は、きっと君は泣く、です。第11位、2002年9月1日、幻冬舎より刊行、536ポイントを獲得、ファーストプライオリティ。あなたのファーストプライオリティは何ですか。31歳の女性、31通りの最優先事項。第11位はファーストプライオリティです。第10位、1994年8月1日集英社より刊行、544ポイントを獲得、あなたには帰る家がある。夫は花になど興味がないが、秀明は紫陽花の花が咲き始めましたねと言ってくれた。平凡な家庭の主婦綾子が恋をしたのはそんな理由からだったかもしれない。そして秀明が恋に落ちたのも、仕事を持つ妻にはない夕餉の支度をする幸福そうな綾子の姿を見たからなのかもしれない。妻の恋、夫の恋をきっかけに浮き彫りにされるそれぞれの家庭の事情、結婚の意味を問う恋愛長編小説。第10位はあなたには帰る家があるです。第9位、1997年5月1日集英社より刊行、563ポイントを獲得、シュガーレスラブ。現代女性のストレスシンドローム、不安が心を押しつぶす、孤独が体を蝕んでいく、絶望の底から癒しの時を求めて。第9位はシュガーレスラブです。第8位、2001年9月13日講談社より刊行、617ポイントを獲得、ブラックティー。歯車が狂ったのはどこからだったろう。就職して3年目に先輩に失敗を押し付けられたあの時だ。みんなと同じようにやってきたつもりだった。結婚して子供もいるはずだった。なのに今の私は、常識さえ捨てれば働かなくとも暮らしていけると知っている。純真でもなく賢くも善良でもない。自分のしたことはいつか自分に返ってくるのかもしれない。でも心に問題を抱えた寂しがり屋たちが懸命に生きる様を綴った短編集。第8位はブラックティーです。第7位、1995年10月1日幻冬舎より刊行、703ポイントを獲得、群青の夜の羽毛布。丘の上の家でひっそり暮らす不思議な女性サトルに惹かれていく大学生の鉄夫。しかし次第に母親に怯え、他人とうまく付き合えない不安定な彼女の姿に疑問を募らせていく。母娘3人の憎悪が噴出するときに見えてくる戦慄の情景とは。恋愛の先にある家族の恋闇を描いて、読者の熱狂的支持を受け続ける傑作長編小説。第7位は群青の夜の羽毛布です。第6位、
1998年11月19日、角川書店より刊行。775ポイントを獲得。絶対泣かない。あなたの夢は何ですか？仕事に満足してますか？仕事に誇り、持ってますか？お金のためでもあり、お金以外のためにも、人は働く。職場に起こる様々な人間関係とハプニング、プライドに揉まれて、時には泣きたいこともある。専業主婦から看護婦、秘書、エステティシャンまで、あなたに向いている15の職業の中で、自立と夢を追い求める女たちの人知れぬ心の戦いを描いた、元気の出る小説集。第6位は、絶対泣かない、です。第5位、1996年5月20日、角川より刊行。911ポイントを獲得。ブルーもしくはブルー。高収入でスマートな男性と結婚し、都心の高級マンションで人から羨まれる暮らしを送る佐々木倉庫。しかし夫には愛人、自身にも若い恋人がいて夫婦の関係は冷めていた。恋人と旅行の帰途、偶然、一人で立ち寄ることになった博多の街中で昔の恋人、川見を見かける。彼に寄り添っていたのは、なんと自分そっくりのもう一人の倉庫だった。ドッペルゲンガ、名前も顔も同じなのに、全く違う人生を送る二人の倉庫。互いに言いようのない好奇心と羨みを抱いた2人は、1ヶ月だけ期間限定で入れ替わり生活してみることにする。しかし、事態は思わぬ展開となって、私よりあっちの倉庫の方が幸せなのかもしれない、読み出したら止まらない。第5位は、ブルーもしくはブルー、です。第4位、1995年2月1日、福武書店より刊行。1054ポイントを獲得。眠れるラプンツェル。昨日も暇だった。明日も多分暇だろう。結婚6年目、専業主婦、子供はいない、退屈でない暮らしなど、考えただけでゾッとする。多忙な夫は今夜も家に帰らない。この緩やかな生活に、猫と凛花の息子が飛び込んできてから、何かが崩れ始めた。封印したはずの衝動、少年との2人だけの秘密、嘘は次第に周囲を巻き込んで、マンション住まいの主婦の平凡な生活が一変する様を、ドラマティックに描いた傑作恋愛長編小説。第4位は、眠れるラプンツェル、です。第3位、2000年10月25日、文藝春秋より刊行。1139ポイントを獲得。プラナリア。乳がんの手術後、何をするのもかったるい25歳の遥か。この洞窟の出口はどこにある、働かない彼女たちに現在を映す恋愛小説集。第3位は、プラナリア、です。第2位、1998年11月1日、角川書店より刊行。2352ポイントを獲得。恋愛中毒。冴えない事務員とばかり思っていた20近くも年上の女に恋のトラブルを解決してもらった僕は、同じ日の夜、その女とほの暗い店の橙色の明かりの下で酒を飲んだ。昼間の揉め事についてくどくど詮索されることを恐れていると、女は放心したように、ほつりほつりと語り始めた。僕は吸い込まれるように聞き入る、長く切ない彼女の恋の話に。都市の人々の心を歌うストーリーテラー山本文夫、渾身の恋愛文学770枚誕生。第2位は、恋愛中毒、です。第1位、2020年9月28日、新潮社より刊行。3312ポイントを獲得。自転しながら好転する。結婚、仕事、親の介護、全部やらなきゃダメですか？答えのない問いを生きる私たちのための傑作長編。東京のアパレルで働いていた宮子は母親の看病のため茨城の実家に戻り、アウトレットのショップで店員として働き始めるが、職場ではセクハラなど問題続出、実家では両親ともに体調を崩してしまい、恋愛、家族の世話、その上仕事も頑張るなんて、そんなこと無理。ぐるぐる思い惑う宮子の人生の選択から目が離せない、共感度 100% 小説。第1位は、自転しながら好転する、です。